断魚系2012年10月撮影断魚系は、島根県王南町に位置する渓谷である。豪野川の支流、濁川上流約4キロメートルにわたる渓流で、流門岩を侵食して形成された。高低差は100メートルほどで、渓流の間には目立った滝はないが、谷底に露出している洗浄時期という名の岩盤には、自然の摂理による水路、岩日川が通る。 断魚系という名は、下流の神楽淵にある断魚の淵にちなんでおり、アユの素状を遮ることから名付けられた。嫁が淵、通仙橋、船上時期、カ淵など24の継承地があり、散策路が設けられている。観学者の野田誠が断魚系の24の景観を断魚系24系と定めた。野田が編集した断魚系大英雄は、 団魚系の名を世に広めたと NHK は言う。1935年には、国の名称に指定されており、江川水系県立自然公園の指定区域である。大田地方のジオサイト、団魚系サイン、島根ジオパーク構想のページ島根大学大学院、総合理工学研究家地球資源、環境学領域 AB 島根県、団魚系。 戦場系コースゴー一の断魚系で、新たな名称作り2013年11月27日山陰中央、新宝岩見町、断魚系 NHK 映像マップ道知るから、新日本フード系アーカイブスマイナスビデオ、映画、砂時計、ロケ地島根の旅、島根県観光協会、2020年2月11日閲覧、ありがとうございます。